ジャングルに覆われたこの南太平洋の小さな島で、日本軍はアメリカの正規軍と初めて本格的な戦闘を交えた。戦いは昭和17年8月から明くる18年2月まで半年間に及んだ。この間日本軍は3度総攻撃を仕掛け、その都度同じ失敗を繰り返し、いたずらに犠牲を積み重ねた。ガダルカナルに日本軍が送り込んだ兵士の数は3万1400人、うち2万人余りが戦いと飢えと病のうちに亡くなった。日本軍はなぜ同じ失敗を繰り返したのだろうか。日本から直線距離にしておよそ6000キロ、はるか南太平洋のソロモン諸島に浮かぶ島ガダルカナル。日米両軍の半年間にわたる激戦はこの島の名もない小さな飛行場の争奪をめぐって始まった。ガダルカナルのホニャラ空港の滑走路のすぐ横を私歩いております。この空港付近で今から50年前に日米の激しい戦闘があったとはとても信じられないような穏やかな南国の光景が周りには広がっています。ジェット機も飛び立てる今のこの滑走路とはちょっと比較にはなりませんが、この場所に最初に飛行場を作ったのは実は日本軍でした。急ごしらえの短い滑走路1本だけという状態だったんですが、しかしその滑走路こそ日本軍の南方での最前線基地であったわけです。そしてその飛行場をめぐる日米の戦闘で、それまで腐敗を誇っていました日本陸軍は初めて惨敗を喫して、これ以降日米の形勢は大きく逆転していくことになります。このガダルカナルの戦いをめぐりましては、戦後いろいろな角度から敗因の分析などが行われているんですが、私たちは中でも当時の日本陸軍という組織が持っていた体質的な欠陥に注目しました。それは己を過信し敵を侮り、学ぶことを忘れた体質という欠陥です。その欠陥がガダルカナルを筆頭に多くの悲劇を生み、日本を敗戦へと向かわせる重要な要素になったと考えるからです。日本軍はなぜ6000キロも離れたガダルカナルまで侵攻することになったのか。昭和16年12月8日、太平洋戦争開戦と同時に日本軍は東南アジアを攻略、マレー、フィリピンなどを次々占領していった。開戦前の陸軍の計画では、東南アジアを占領した時点で持久戦に入り、それ以上戦線を広げない方針であった。しかし予想を上回る戦果に、あっさりその方針を転換した。昭和17年4月、日本軍は海軍主導のもとにさらに戦線の拡大を決定する。まずアリューシャンとミッドウェー、次にニューギニアとフィジー、サモアの攻略である。
ガダルカナルの飛行場は海軍がその前線基地として建設した。こうした作戦地域の拡大をはじめ、太平洋戦争中日本軍の全ての戦略を決めてきたのは大本営である。大本営は政府から全く独立した天皇直属の機関であった。天皇は日本軍を指揮する最高の権限、いわゆる統帥権を持っていた。その統帥権の行使を直接補佐していたのが大本営である。そのため大本営の参謀たちは作戦決定にあたって総理大臣でさえ口を差し挟めない強い権限を持つことができたのである。大本営陸軍部に奥の院ともいえる一室があった。参謀でもごく限られた人物しか入ることを許されなかった作戦課の部屋である。開戦以来、陸軍の作戦はこの密室で全て策定されてきた。田中新一作戦部長、服部卓四郎作戦課長、そして辻正信作戦班長、この3人が中心であった。辻はマレーシンガポール作戦を成功させ、作戦の神様と言われた。相次ぐ戦線拡大の中、作戦課の参謀たちは海軍の基地に過ぎないガダルカナルに誰も注目していなかった。一方アメリカはこの時日本軍への反撃の第一歩をガダルカナルから始めることに決定していた。上陸作戦の切り札はバンデグリフト少将率いる第一海兵師団であった。海兵隊はすでに1920年代から敵前上陸専門の部隊として陸海軍よりはるかに厳しい訓練を重ねてきた。開戦後アメリカはガダルカナルを手始めに太平洋の島々を攻め上って日本本土に迫るという壮大な構想を立てていた。海兵隊はその作戦にとって欠かすことのできない先兵であった。昭和17年8月7日、激しい艦砲射撃とともにアメリカ軍のガダルカナル上陸作戦は始まった。第一海兵師団1万9000人の上陸を援護したのは空母3隻、巡洋艦12隻など50隻余りの艦隊。アメリカ海軍は太平洋にあるほとんど全ての艦艇を動員したので、圧倒的なアメリカ軍の兵力の前に日本軍はジャングルに逃げ込んだ。この時ガダルカナルにいた日本海軍はおよそ2000人、そのほとんどは飛行場建設のための労働者であった。逃げ遅れた労働者たちがアメリカ軍の捕虜になった。アメリカ軍はその日のうちにガダルカナルを無血占領した。アメリカ軍のガダルカナル上陸の第一報は直ちに大本営に届いた。しかしこの時陸軍部作戦課ではガダルカナルがどこにあるのか誰もその名前すら知らなかった。太平洋は海軍の担任だということが戦争前からの計画だったもんですよ。だから海軍のことだから大したことないということで、参謀本部の人は誰もそれに注意を払わなかった。私ももちろんガダルカナルという島がどこら辺にあるかということは全く知らなかった。そういう状況から始まったんです。当時陸軍は蒋介石を屈服させるため100万の大軍を動員する重慶侵攻作戦の準備に追われていた。そのため南太平洋の作戦の兵力はわずか1万、しかもニューギニアとガダルカナルの2方面に分けて投入することになった。発
8月18日ガダルカナル奪回のための第一陣が送り込まれた。一木清直大佐率いる一木支隊の先遣隊、その兵力は900人余り。1万人を超えるアメリカ軍に対し、なぜこれほどわずかな部隊しか派遣されなかったのか。もともと大本営はアメリカ軍の本格的な反撃を昭和18年半ば以降と思い込んでいた。その上敵兵力を 2,3 千人と甘く見積もっていた。一木支隊の誰もがアメリカ軍と戦うのは初めてであった。しかし不安を持つ者はいなかった。アメリカの兵隊はもうみんないい加減な兵隊で、その軍事精神の入っとらんその兵隊だって言われたね。だからそのそして暇になれば女とイチャついて歩いとって、その大したことないんだって、それぐらいの程度しか聞いてなかったね。これは開戦前、参謀の辻正信が中心になって書き記した。これだけ読めば戦は勝てると題する冊子である。南方作戦に赴く兵士たちに配られたこの冊子には、敵は中国兵よりも弱虫、武器はあってもそれを使う兵隊は弱いから役には立たないなど、敵を侮る言葉があふれている。ガダルカナル作戦の頃、大本営陸軍部がアメリカ兵を描いた宣伝ビラ。第一海兵師団のアメリカ兵も日本兵と戦うのは初めてであった。情報将校セイヤー・ソウル、彼の任務は初めて戦いを交える日本軍を映像で記録し、ワシントンに送ることにあった。もともと日本軍のことなど全然知りませんでした。取るに足らない存在だと思っていたんです。でも真珠湾攻撃やマレーの勝利の時からガラリとイメージは変わってきました。日本人はジャングルで生まれ育つから世界一タフなジャングル戦士になれるのだとか、死を恐れないスーパーマンだなどと言われるようになったのです。当時欧米の雑誌に載った日本兵のイメージである。一木支隊は8月18日大保岬に上陸。海岸線沿いに飛行場を目指し、行軍2日で入る川河口に到着した。一木支隊が取った戦法は夜間の白兵突撃である。野営に乗じて敵陣地に入り込み、銃剣突撃で一挙に決着をつける、日本軍が最も得意とした戦法であった。この肉弾突撃を支援する火力は機関銃が8丁と大砲が2門あるだけであった。この時バンデグリフトの海兵隊司令部は一木支隊上陸の情報をすでに掴んでいた。正面に塹壕が掘られた。機関銃300丁、大砲50門など一木支隊の数十倍の火力が配備された。8月21日未明、一木支隊900人は総攻撃をかけた。イル川対岸を目指した兵士たちの前に、かつて目にしたことのない光景が現れた。機関銃の十字砲火である。急に撃たれたんですよ。もう真っ暗のところで急に撃たれて、もうドームラン、今度そのうちにね、今度照明弾がね、昼より明るいぐらいの音するんですよ。そこをもう報復だね、なんていうか芋虫みたいに張ってね、でそれでも前進するのよ。何歩打たれて打たれても黙って前進する、もく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 と前進するんですよ。ブワーッと来たでしょ。
はっと思って、今度鉄棒ぶん投げだったやつね、手伸ばして、こうやって取ってさ、頭にこうやって、ガーッしばらく折ったのね。根っこへ弾刺さるの。ヤシの毛の根っこへ。そしてヤシの根がこう、なんとなく振動してるね。振るってるんだよね。ほったら今度ヤシの毛かすれて、またこっち来るでしょ。木の皮やら砂ぼっこりやらね、生きてよくなる。戦いは日本軍の一方的な敗北に終わった。夜が明けると一木支隊は全滅していた。916人のうち777人が戦死、死亡率は実に 85% に達した。この映像は情報将校セイヤーソウル少尉が撮影したものである。あの光景は今も目に焼き付いて離れません。あまりに凄まじい光景に、私はそれまで経験したことのない大きなショックを受けました。しかしそれでもフィルムだけは回し続けました。何しろ太平洋戦争でアメリカ軍が勝った初めての戦闘だったのです。そしておそらくこれは日本兵の敗れた姿を映し出した最初の映像になったはずです。バンデグリフトは翌日、海兵隊司令官ホルコム中将にこう報告した。将軍、私はこんな戦闘の仕方を見たことも聞いたこともありません。日本兵は降伏するのを拒むのです。進んで自爆しようとしたり、手榴弾で粉みじんになろうとしたりするのです。アメリカ軍を驚かした白鋭突撃という戦法、今の私たちには頭の中で想像するしかありませんけれども、それでもゾッとするような恐怖感を感じます。しかし夜間の白鋭突撃は明治の日露戦争以来、日本陸軍が最も得意とし、訓練を重ねた戦法でした。その突撃の時に陸軍の兵士たちが主に使っていた小銃がここにあります。三発式歩兵銃といいまして、日露戦争の直後から太平洋戦争の間まで実に40年近くにわたって陸軍の主力銃として使われていました。銃にはここにある弾倉に弾を5発込めることができるんですが、連続発射はできませんで、こちらにあるこのレバー、当時は交換というふうに呼んでいたそうですが、これを操作して一発撃つごとにこの空薬莢を出さなければなりませんでした。しかも夜間の突撃の時には敵に気づかれないように射撃は禁止されていました。そしてその際、こちらにあるこの銃剣をこの銃の先端に刺して、文字通り剣一つでアメリカ軍の機関銃や自動小銃の十字砲火の中に飛び込んでいったわけです。極端に言えば、日本陸軍はほとんど日露戦争当時と変わらない武器と戦法で太平洋戦争を戦いました。一体なぜこれだけ時代錯誤に陥ったのでしょうか。当時日本人は大和魂という言葉に見られるように、日本人の精神力だけは特別だと思い込もうとしたことにも原因の一つがあるように思います。その一つの例として歩兵装典があります。天皇の名のもとに定められ、兵隊の誰もが読まされたもので、白鋭突撃を支える精神力が何よりも強調されています。すなわち旺盛な攻撃精神があれば、わずかの兵力で多くの敵を破ることができる。また攻撃精神は火力など物質的な力をしのぐことができるとはっきりと謳われています。満州事変、品事変の場合には敵さんの力も弱かったし、したもんですから、それで結構通っていたんですよ。もうとにかく目の前まで行って、いざ銃剣を持って飛び込んできますとね、
彼らは逃げてくれるんですよ。逃げてくれるっていうか逃げちゃうんです。日本軍は敵が中国からアメリカへ変わっても戦法を基本的には変えようとしなかった。8月31日から9月7日にかけてガダルカナル奪回の第2陣が送り込まれた。川口清武少将率いる川口支隊、今回の兵力は6200人であった。敵の陣地への正面攻撃は通常3倍の兵力で行うのが作戦の常識とされている。川口支隊の兵力はアメリカ軍のわずか3分の1に過ぎなかった。川口少将は正面突破を試みた一木支隊の失敗を繰り返さないために途中からジャングル地帯に入り敵の背後を突く作戦に出た。川口支隊主力は未開のジャングルに分け入った。まともな地図もなく磁石だけを頼りに道を切り開いていかねばならなかった。60丁の機関銃と20門ほどの大砲が分解されて運ばれた。しかしこれらの武器はあくまで白兵突撃を援護するためのものであった。最終的に野員に乗じて銃剣で突撃する戦法に変わりはなかった。何もないところの海で俺は今どこにいるんだっていうことと全く同じなんですね。自分たちが歩ってることによって距離を測るだけなんですね。自分がどこ生きてるんだか分かりませんからね。まだ先だろうまだ先だろうって言ってるうちに、でいよいよ何時になったってんで一斉に走り前進しだしてもまだついてない、まだまだ腕状況は全くそのように連絡はほぼなしのつぶてでしょう。9月12日夜、各部隊は時刻も場所もバラバラに突撃していった。再び十字砲火が浴びせられた。二晩にわたって突撃が繰り返された。ムカデ高地は日本兵の血で染まり、後に血染めの丘と呼ばれることになった。日本兵は自殺でもするようにひたすら機関銃の銃口に向けて突き進んできました。私たちなら一度失敗したら次は別のやり方を考えます。それなのにいつも同じ戦法を繰り返す日本軍の指揮官は馬鹿げていると思いました。二度の失敗を大本営はどのように受け止めたのか。この時現地に派遣されていた井本参謀は、敵防御は強く兵力装備の増強なくば三度同じ失敗を重ねると打電。しかし大本営はこれを弱音としか受け止めなかった。井本参謀の考えは少しから消極的だというような考えです。それに対してはよく分かったがそれほど心配せんでもいいというような反応の電報が来ると。もう少し元気を出してとにかくこの鉄砲が足らんでも大砲が足らんでも気合で敵をやっつけないかんと、こういう気持ちの方が強いけれども気合だけでは実際はいかないですね。ガダルカナルの戦いを前に日本陸軍は同じような失敗をソビエト軍を相手に経験していました。太平洋戦争開戦前の昭和14年に起こった野毛藩事件です。満州国とモンゴルの国境線の争いが原因で起こったこの野毛藩事件で、日本軍はソビエト軍が繰り出した戦車や大砲の前に惨敗しました。日本軍は日露戦争で勝った相手であるロシアを見下し、同じ白衛突撃の戦法で簡単に勝てると考えていました。しかしソビエト軍は戦法も装備も一新していました。近代兵器が勝敗を決した第一次世界大戦の経験を十分に生かしたのです。
日本軍は世界が近代兵器による次元の違う戦いに入っていることを認識していませんでした。この戦いで日本軍の死傷者は2万人近くに上った。ノモンハン事件は日中戦争が泥沼に入っている時期に起こった。当時大本営中央は事件の拡大を防ごうとした。しかし現地の関東軍はこれを無視して戦線を広げていった。この時期関東軍の作戦参謀だったのが服部と辻であった。二人は事件収拾の際も徹底抗戦を主張してやまなかった。大本営はこの事件の後研究委員会を組織し敗北原因の調査に乗り出した。あんな装備でね、よくもね、大軍に向かってね命令通り、実行したかと。一切ね、涙出ますよ。本当に無理なんですから、無理なことをその通りやってるんですからね。2ヶ月の現地調査を経て報告書がまとめられた。報告書には日本軍の失敗の核心をつく提言が盛り込まれた。白系突撃より火力を重視せよ。精神力だけでは対抗できない。参謀は独善的なおごりを捨てよ。小池参謀はこの報告書を参謀総長に提出した。よく分かってる、そんなことは分かってると、それで終わりでますからね。だからできないんですよ。だから私は極端に言うと道具に使われたんですな。小池が行ってやって、そして報告して、それで軍の中央はそれ改善に向かっておると、そういう格好ですな。小池参謀は間もなく転属だが、服部と辻はその後大本営参謀の要職につき、太平洋戦争開戦に深く関わることになった。辻や服部などの参謀たちはノモンハン事件の失敗を反省しませんでした。自分たちは優秀で決して間違っていない。負けたのは部下が命令通りに動かなかったからだ。悪いのは前線の兵士や連隊長たちで、みんな責任を取って自決すべきだと考えていました。現にノモンハン事件ではほとんどの連隊長が重圧に耐えかねて自決に追い込まれています。過ちを犯したと思わなければ、同じことを何回も繰り返すのです。アメリカ軍は開戦の半年前から敵日本を知る準備を始めていた。昭和16年6月、サンフランシスコに最初の日本語学校を設立、白人を中心に語学情報将校を養成し始めたのである。当時日本語に堪能な白人は全米でも数十人に満たなかった。それを1万人まで増やすことが目標であった。これは振り仮名。初めてお呼びになった時のご感想について、メローさん何かちょっと一口言ってください。はい、非常に分かりやすいです。いい作文だと思います。こうした語学情報将校の第一陣がガダルカナルに送り込まれていった。結構ですね。彼らの任務は日本軍から捕獲した文書を翻訳し情報を取ることにあった。中でも重視したのは日本兵がつけていた日記である。日記には部隊の組織や行動記録など直接作戦に役に立つ情報のほかに、日本兵の本音が記されていた。ジャングル通過、行軍昼夜を問わず畜生畜生と歩く。昨夜は夕食なし、水のあったのがせめてもの幸いだ。朝敵機の爆撃あり、恐ろしく
逃げ出したい気持ちになる。17時総攻撃、出発まであと10分。神よ守りたまえ。ここで日記は途絶えている。アメリカ軍は日記の中から日本兵の弱音を拾い出し、情報リポートにまとめた。日本兵は死を恐れないと思っている者にぜひ読んでもらいたい。日の昇る国の小男どもがいかに恐れ絶望しているかがわかるであろう。日記には死にたくない、もう妻のところに帰りたいなどと兵士たちの本当の気持ちが綴られていました。日本兵は国のため天皇のためには降伏しないし死ぬことも恐れないと思っていたのが、アメリカ兵と変わらないただの普通の人間だっていうことが日記を読んで初めて分かったのです。バンデ・グリフト少将はこう書いた。日本兵はスーパーマンではなかった。鉄条網や機関銃で捕まえることができる生身の人間だったのだ。これを知ったことは精神面で大きな助けとなった。アメリカ軍のもう一つの情報源は捕虜である。語学将校は傷つき飢えていた捕虜たちにタバコや食べ物を与え、堅くなな気持ちをほぐしてから尋問を行った。四季島の山とご苦労人を問わば、朝日に匂う山桜花。これが日本人の心だと教えてくれた捕虜もいました。捕虜のほとんどは武器や装備のことまで何でも話してくれました。なぜなら日本兵は死ぬこと以外何も教えられていなかったからです。生きて旅衆の辱めを送る中で、開戦前東条英機陸軍大臣の名で布告した先人君の精神を日本軍は兵士たちに徹底させた。死ぬまで戦うこと、万が一捕虜になった場合直ちに自決することと記されている。捕虜の尋問で分かったことがあります。日本軍が捕虜になったら死ぬしかないのだと教えていたのは、そうでも言わないとあの無謀な突撃が成り立たなかったからです。つまり突撃の時に逃げ道を閉ざすためだったと思うのです。でも死ぬまで戦って残るのは名誉だけというのでは限界があると思います。語学将校たちは捕虜から聞き出したことを尋問報告書にまとめた。それは以後日本軍の分析資料として利用された。日本軍の二度の総攻撃を受けて、アメリカ軍は徐々に日本人の姿を捉えようとしていた。一方日本軍は二度の失敗を経てようやく事態の深刻さを悟るようになった。大本営はついに作戦の神様辻参謀を現地に派遣した。辻は当初できるだけの火砲と弾薬を陸揚げし正面突破を図ろうとした。しかし現実はそれを許さなかった。この頃すでに日本海軍は制空権制海権を失いつつある。陸軍は輸送船を沈められ、ガダルカナルに孤立していった。火砲の陸揚げがうまくいかず、辻参謀らは川口支隊と同じく再びジャングルの中を迂回する攻撃に切り替えた。兵力は第二師団と川口支隊の残存兵合わせて1万5千人であった。参謀たちは一度もジャングルに入ることなく40キロに及ぶ迂回ルートを机上プランで決定した。作戦開始の直前、辻参謀が大本営に送った電報、密林の障害の度は予想以上に軽いなり。しかし
険しい山道を切り開きながらの行軍は困難を極めた。3日か4日あれば到着するはずと、これが、まあ、実際は1週間もかかっているというのは、1日10キロも歩けなかったということですね。そういう予想は誰もしなかったんじゃないでしょうか。10月23日、前線の辻参謀の報告。未だ敵に発見せられあらず、飛行場付近の敵は手に損しつつあり。しかし、アメリカ軍は第二師団の兵力をほぼ正確に掴んでいた。この時、アメリカ軍の兵力は2万6000人。すでに防御陣地も補強し終わっていた。川口少将は、前回よりアメリカ軍の陣地がはるかに強化されていることに気づいた。その事実を辻に伝え、攻撃位置を変えるよう要望した。だが進言は退けられ、川口少将は攻撃前日、突然支隊長を罷免された。10月24日、日本軍は最後の攻撃命令を下した。天遊神女により、一挙飛行場付近の敵を撃滅せんとす。命令がはっきりしてないんですよ。形容詞ばっかりが多くて。天遊神女によりとかね、突撃して聖主にことおべしなんて、だってどうやったらいいかってね、このまま突撃して、撃滅したらそれで、聖主に送骨ができるかどうかなん、どういうふうにしたらいいかっていうのは第一線では本当に分からなかった。攻撃直前の辻の報告。本夜は確実ゆえ、次回無殿にて万歳を送る。日本軍は再びバラバラの状態で銃剣突撃を決行した。そして一層激しさを増したアメリカ軍の砲火によって壊滅した。苦戦して危うからず。中国古代の兵法家孫子は戦術の原則をこう諭した。日本軍はガダルカナルでこの戦の情動を全く無視し、同じ失敗を3度繰り返したのである。総攻撃に失敗した直後の11月初め、現地の17軍司令部は敵であるアメリカ軍の戦法について初めて報告書にまとめた。しかし3度の失敗にもかかわらず、その報告書はアメリカ兵は弱いという見方を全く変えていない。また白兵突撃の戦法が決定的威力を持つという自信も変えなかった。ここはガダルカナルの海岸から2キロ余り奥に入った山の中です。この辺りに当時の17軍の司令部があったと言われているんですが、今は全くその痕跡はありません。水産坊たちが現地の司令部から送った報告は、お伝えしましたように強気一点張りのいわば作文に過ぎないものでした。どうしてそんなものが参謀の報告としてまかり通ったのか、今から考えますと不思議な感じがするぐらいなんですが、当時総理大臣だった東条英機自身、かつて参謀の候補たちに向かってこう訓示しています。敵情判断にとらわれ、敵の行動で自らの作戦を立てるような考え方があるのは深く反省を要す。
つまり敵はどうであれ積極果敢に攻めるという攻撃精神を東條はもっぱら強調しているわけです。こうした精神主義といえるものは参謀たちを育てた陸軍士官学校や陸軍大学校の教育の中にも一貫して流れていまして、まあ、それが必勝の信念とか攻撃精神を何よりも優先させるという風潮をもたらしました。そしてこのことが引いては辻参謀たちの報告のようにデタラメな作文でも強気であればまかり通るというまか不思議な現象を生んだと言えそうです。昭和17年11月アメリカ海兵隊はワシントンでガダルカナルの勝利式典を開いた。日本軍の撤退の3ヶ月も前に勝利を宣言したので、ガダルカナル上陸の日に島に掲げられたその同じ旗がワシントンに翻った。11月末、辻参謀は大本営に戻った。この時大本営では作戦の続行を危ぶむ声が密かに出始めていた。辻は食料も尽きたガダルカナルの悲惨な現状を報告したが、撤退の進言はしなかった。辻参謀に、この選挙を君はどう思うかと僕は尋ねたわけ。そしたら辻参謀はね、ノモンハンの戦よりも難しいということを言いました。それ撤退するとかどうとかいうことはそれは上で決めることだとしてもね、こういう事情でその成功の見込みはなかったとないということを言うのが参謀の務めだと思いますね。派遣された大本営から派遣された者の務め。あくまで脱会しようとするのか、それとも撤退を決意するのか、大本営の決断はその後1ヶ月以上も遅れることになる。その間ガダルカナルの兵士たちは飢えと病に苦しんだ。ガダルカナルで兵士たちの間に広まった生命判断、寝たまま小便する者は寿命あと3日間、物を言わなくなった者は2日間、瞬きしなくなった者は明日。昭和17年12月31日天皇が臨席した大本営御前会議はガダルカナルからの撤退を決定した。だがその後も服部と辻の責任が問われることはなかった。日本の戦争指導者は現実的な国際感覚を欠いていました。日本はアジアの小さな島国で西洋の力をよく分かっていなかったのです。ちょうどペリーが黒船でやってきた時、将軍がどうしていいのか分からなかったのと同じです。日本の軍人は世界を全体として捉えることができなかったので、いつも行き当たりばったりでした。中国と問題があったらまず中国と戦う、でもその時にソ連が気にかかるとソ連とも戦うといった具合に、ただ感情に駆られて戦争を始めただけです。だから相手のことを十分研究することもしなかったのです。昭和18年2月7日日本軍はガダルカナルからの撤退を終了した。撤退できた兵士は1万655人。この時一人で歩くことができない兵士はそのまま島に置き去りにされた。大本営発表、ガダルカナル島に作戦中の部隊は昨年8月以降引き続き上陸せる優勢なる敵軍を道東の一角に圧迫し、激戦関東翼敵戦力を撃砕しつつありしが、その目的を達成せるにより2月上旬道東を撤し他に転進せしめられたり。
日本軍が最後に撤退したガダルカナルの最も西の端、カミンボの海岸です。正直に撤退と言わずに転進と言い換えた言葉は、このガダルカナルの戦いだけではありませんで、太平洋戦争全体を象徴しているような感じがします。そこには戦争中に国民に嘘ばかりを伝えたあの大本営発表と同じように、失敗を失敗として認めようとしない精神、つまり事実を事実として認めようとしない精神が絶えず流れていました。その精神のために日本軍は結局ガダルカナルの失敗から何ら学ぶことなく、その後も同じ失敗を何度も繰り返して敗戦に至るということになります。そうした精神の中核には何よりも自己への過信というおごり、傲慢さがあるように思います。その傲慢さが広く事実を集めて正しく物事を判断するという、柔軟な精神をいかに損なうものか、そしてその傲慢さの集団心理がいかに国の進路そのものも誤らせ大きな犠牲を生んでしまうものか、そのことは何も戦争と軍隊だけの問題ではないと思います。南の海のこの小さな島で死んでいった多くの兵士たちは50年後の今も私たちにそのことを訴え続けているように私には思いました。ワシントン海軍歴史センター。ここに日本軍が撤退した直後、昭和18年2月アメリカ軍が作成した情報文書が眠っていた。そのタイトルは日本兵の正体。我々はついに彼らの真の姿を捉えた。我々ならばできる限りの武器を利用して勝とうとするが、彼らにとって武器は単なるアクセサリーに過ぎない。この背景には精神を重んじる日本文明の方がアメリカ文明より優れているとの思い込みがある。これが大和魂の根本をなし、我が国に対する軽蔑の原因ともなっている。こうした日本人の意識もこの戦争を境に変化するだろうが、間違いを悟るまでには相当な痛手を負わなければならないだろう。ガダルカナル、それはアメリカにとって日本人を知る初めての戦いであった。